上野義さん出せ東鉄ビーシュ。もう何回、まあいいや、とりあえず2時。ベルフラン、グレイカー、グレイカー、34、に虹じゃない、何マウダ使わないよ、マジで勘弁してくださいよ。35です。もう一回やろう。サムレの兄さんが欲しいんです。サムレイペンシ、どうてつくれ、持ってます。どうぞ。まあすごく強いユニットなんです。まあ他のユニットは多分ね、スパークダメージとか、バトルクリスタルとか持ってるけど、こいつはステータスが高いんです。すごく高いです。で、能力も OK。まだまだすごく使えるユニットなんです。あら、もう35だっけ。新しいユニット、ボーナス。ガルバード。ベヘモスかな。ベヘモスだね。36。うん。2時。じゃない。カグツジかよ。もう全然使わないよ、あの土は。もう37ですね、今回。虹出すって。ダルゲイオス、ゴミです。マジでゴミです。ゴミです。ゴミのゴミ。ゴミの中のゴミ。ズーで2、使えないユニットばっかりだな。39、マジで頼むよ。2時です。ダーステイ、あ、これで2時でしょ。なんとかね、聞いたんですよ。あ、これ侍の兄さん出せ東鉄ビーシまたベルニールかな。さっきはブレイカーで、アニマでお願いします。アニマお願いし、うっ、またブレイカー。まあいいや、とりあえず新しいユニットなんです。40回目、マジで新しいユニット20、このいらないドラゴン
あ、40回やったからボーナスです。新しいネード到達。おほほほほほほほ、メスギアですよ。スイスギアかボーナスみたいなんですよ。これね、なんかガンダムみたいなんですよ。で、パイプアニマで嬉しいんです。カリアン、まあいいや、カリアンかよ。とりあえずこいつは初めての全体的に無限 SPB、 これ面白いです。 BB ゲージの上昇量も、え、上昇量だっけ、上昇量だっけな。ビビゲージの、あ、そうだね、ビビゲージ上昇量増加という能力もあるんです。 SPP にただのダメージじゃない、これ使えるユニットです。なんかね、5体持ってるとっていうか5体、4体か、4体と5体もできるです。エリーモード回数5体、マイターン SPP、 なんだもうその時代じゃないか。41回目だな。サムライの兄さんのはまだ出てないんだな。うん、あるのかな。っていうかさ、ベスティと誰かぐらもう一回出して。ホラクルには嫌いなんです。虹じゃないエリア、エリアはすごく使えるユニットなんですよ。すごく強い、もう何回も使ってるんです。エリアは強いんです。43かな。ニジ、お願いします。ニジ。あ、これしないとダメかな。セルナイトか。持ってます。持ってすぎます。結構ね、すごく使えるユニットです。あ、今でも使えるんですよ。セルナイト。アイテムドロップ率アップ。バフのためにね、リーダースキルと SPP。もう何回44。ミジじゃない。今回は効かなかったです。クーダーか。アニマ。もう何体も待ってます。で、とてつの兄さんがゲットしたら終わりですけど。とてつの兄さん。サムライの兄さん。にじゃない S な、あ、アフェル S な、星5のは S なだけ、 X フェル星6の、あ、もう45回か、これつらいな。エフィかいらねえ。あと5回で、とてつでやるをゲットしたら、終わりなんですけど。虹！お、虹です！あ、トーラー。終われなかったんですけど、虹です。トーラーは持ってるんです。アニマノはマックスしました。今回はロードか。ポイントかな。42。っていうか47。